ふわっと元気にコンターソー、皆さんどうも、大です。 TUBS 2016年だっけの昔の、クローズドアルファの TUBS 再現マップやっていきたいと、再現キャンペーンやっていきたいと思います。レベル6からスタートでございます。はい、なんか久々の TUBS 投稿しまして、皆さんコメントたくさんいただきありがとうございました。なんでこんな色変わるん？どうしたん？バグり散らかしてるけど、これ大丈夫か？これすごいぞ、すごいバグり具合。こういうとこある。はい、TABS。ほんとこういうとこある。で、まあね、昔の TABS っていうと、本当にね、もう、3000だと何が使えるんだ。そう、チキンマンはね、これ、クラブを使っていたんで、そう、そこら辺で、ああ、そういう感じか。なるほど。ってなったんですけど。まあ、それはそれとしてね。いや、でも、サムライマスターとか使ってみる？サムライマスター2人でいけたりする？どう？ちょっとやってみてほしい。頑張れるんであれば頑張ってみてほしい。どうよ。縦の色変わりすぎて、もう目がそっちに向かってっちゃうんだけど。サムライマスター、もうぶっ倒れまくっている。サムライマスター、どう、いけそう？あ、でも体力は結構ある。なんかいけそうな雰囲気はある。あー、やっぱフートマン強いな。フートマンで合ってたっけ？確かフートマンって名前になってたような気がするんだけど、フートマンの強さはある。フートマン、吹っ飛ばしていく。さすがの侍マスター。いや、なんか全然普通に勝て、全然普通に勝てそう。あれ、俺なんか勝てないと思って、勝てないつもりでこのステージやったのに、あれ普通に勝っちゃう。さすが。まあ、これがね、剣はペンより強しと逆や。ペンは剣より強しや。はい、次行きましょう。レベル7。このペースでやっていくと結構スイ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 クリアしてしまうが、大丈夫か？でもね、昔もね、なんかこれぐらいの難易度だったような気がするよ。なんかね、昔の、なんかこうやってやってみると、すげえ昔の TABS を触りたいなって気持ちになってくるわ。ちょっとだけ。これヘッドバッターとかさ、突進したりしてくれるかな？突進したりしてくれるんだったら、なんか割とありなんじゃなかろうか。で、こっちは、バイキング。昔のバイキング、もうね、なんか、うわ、なんか今これさ、TABS を久々に収録しているわけじゃないですか。TABS を久々に収録して、そんでもって久々のキャラクター、久々のキャンペーンキャラクターたちを使っていると、なんか普通にあれだわ、あれ TABS ってこんな感じかっていう風な気分になってくるわ。なんか昔の、なんか今の TABS キャラクターを触りたい気分にはなってくる、正直。うん、バチボコに勝てるけどバチボコに勝てる。お、大丈夫か、これ尺平気か。尺が心配になるぐらい、バチボコに勝つんだけど、大丈夫か、頑張れ。レベル8。マスケッターまみれ。4000あるけど、これ、この量のマスケットは、ボコられる気がします。イェイ！イェイ！そらそうやな。すごい、綺麗な扇。見てみんな、綺麗な扇。ねえ、人を殺す形をしているだろう。念のためやっとく？ああ、でも、うん、綺麗な扇、人を殺す、命を刈り取る形をしているだろう。まあ仕方ない。うん、もう致し方なし。まあそんなもんや。救急車も来ちゃった命刈り取る形とか言ってたら救急車も来ちゃった。でもね、こういうの俺知ってんだ。こういうのはね、こういう風な、なんでもないって、ただの適当な、もう雑魚ですよ。雑魚キャラクターを100体ぐらい並べちまえばね、こういうの勝てるんですよ、実は。うん、足おっそ、足おっそ、こんな遅い、やばい、これ絶対スピード、ムーブスピード 0.5 とか 0.3 ぐらいにしてるわ、これ絶対。足おっそ、びっくりしたもん。足遅すぎてびっくりした。もう目ん玉飛び出た。うん。ただ、でもそう、こういうね、
あのマスケットみたいに時間がかかる系の銃を撃つ系キャラクター、もうこういう風にね数に負けちまうんですわ。マスケットみたいな単発系キャラはね、あの強い敵には強いんだけど、体力が多い敵には、体力が低い敵かっこ大量にはね圧倒的に弱いんだよね。そう、そういうのにはゼウスが強い。足おっそ、でも確かに昔足遅かったわ。レベル9、これはね、これ多分同じような状態でクリアできる気がしますが、まあそれは一旦置いておきましょう。まだ使ってないキャラクターは、シーフは以前使ったっけな。もう単純にシールドをたくさん並べる、単純にシールド、あ、ちょっと待って、6000使える、 M16 とか、スーパーボクサー使える、ちょっとやってみてほしい。どう、スーパーボクサー。あ、耐える耐える耐える耐えてる耐えてる。片腕なくなってるけど大丈夫か、片腕なくね、スーパーボクサー片腕ないけど。あ、いけないかな、厳しそうだな。あー、ボコボコだ。ってか普通にもともと片腕しかない。あれ、あ、制作者さん、これミスってない、こっちのアイコンでは、あれ、こっちのアイコンでは2つグローブしてるように見えるけど、片っぽしかないけど大丈夫かな。もしかして両手設定にしてないかな、武器両手設定にしてるような説が俺の中でだいぶ濃厚なんだけど、どうでしょうか。ああ、寄れないわ、うん、全然寄れる気がしない。倒せるかなと思ったけど、ああ、いける、いいぞいいぞ、おお、いいねいいねいいね。あ、急に、うん、ボコボコ、うん、ボコボコだわ。スーパーボクサーはまあ遠距離に弱いよな。単純で単純明快な答え、わかりやすい。M16 使ってみる？いや、さすがに無理だと思うけど。ヘイ、ナビタイム。なんか、なんだろう。なんか単純に、でもさ、確か縦貫通するんだよね、こいつ。そうなんだよね。マスケット縦貫通するからさ、もう、プロ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 って飛んでったの、今。すごいな。いや、マスケット、そうなんだよな。マスケット強いんだよな。あの昔の TABS とはいえ、あくまで再現だから武器は今になってるからさ、普通にマスケット強いのよな、うん、単純もうただただシンプルに、シンプルイズパワーみたいな感じ。ただただ適当なボクサーを大量に並べてみましょうか。ただただ適当なボクサーをたくさん並べ、足おっそ、足おっそ、こんなもんだっけ、え、こんなもん。あとついでに言えば、またあの片腕しかないよねえボクサー。ちょ、制作者さん、もしかしてこのバグに気づいておられていない？あ、そうしてボコボコのボコ。あ、もう、どんどんこう、足おっそ。足遅すぎて戦いにならんが。あ、でもパンチしてる。あ、弱っ。弱っ。削り、弱っ。圧倒的弱さ。驚きの弱さ。ボールド。なんか、あれだね。こんなもんだっけ、昔のキャラクターこんな風に設定されてたっけなーっていう気分になりますけど、シーフは、シーフはなんかそこそこ足速かったよな。今も速いんじゃないか。おっそ、もうみんなかわ、こいつフートマンや。それ変わらん。そうではない。こっちだよ。並べるべきは。数がちょっとやばいけど。あ、100、ジャスト、ジャスト100、ジャスト100、足おっそ。そう誰だシーフ足速いっつったやつ。いや、っていうか、昔のシーフはちょっと足速かったんだよね。昔のシーフはちょっとだけ足速かったから、これはね、あの、再現、原作再現率がちょっと再現の低いな、おい。って話だね。ボコボコのボコだが、うん。ああ、強っ。ちょっと待って、ボクサー弱っ。あの、シーフの攻撃こんだけ食らうのに、ボクサー弱っ。おい、ボクサー弱すぎやろ。舐めとるん？お、ボクサーがかわいそうだ。な？頼むわ。まあ、普通にクリアしに行きますか。はい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 。よし、じゃあね。どうするんだ？普通にわかんないけど。アッチャーとかで、アッチャーって。タンが絡んだね、うん。普通にでもこうやってアーチャーを適当に並べていけば勝てそうな感じするんだけどな。どう？なんでそんなとこ打ってんだ、こいつ。TABS 特有のあれか。あ、余裕だね。まあ、余裕の余だね。うん。余裕の余。いや、もう圧倒的余裕加減。まあ、結局遠距離には遠距離なんだよな。はい。
レベル10。レベル10、あ、チキンマンが、チキンマン、ん?がいる。よし。これチキンマンではなく、クラムボン、クラムマンじゃない、クラムボン。今、頭の中にクラムボンが出てきちゃったんだわ。クラムマンね。クラムマンって言おうと思ったらもうクラムボンになっちまった。クラムボンってもうなんだっけ、クラムボンって。なんかね、思い出せそうな思い出せなさそうな微妙な位置。え、いける、いけるか頑張ってみてほしい。ちょ、トランプ頑張れ。後ろに下がり続けていく。なんか昔のトランプでも後ろに下がってはなかったんだけど、もう背面打ちを習得しようとしているよ、もしかしてお前。トランプ、トランプ。髪型以外何もトランプ要素のね、トランプ。あ、トランプ死ぬぞ。おお、そんな岩の避け方はあっていいのか。岩の避け方がもう癖ありすぎる。癖ありすぎる岩の避け方。投石の避け方はこういう風にあります。言わんばかりのその変な避け方。あ、死ぬ?死んでいく。トランプじゃダメか。やっぱヒラリーか。やっぱヒラリーだったら勝てるかもしれんな。ヒラリー、ヒラリー、ヒラリーと岩を避ける。そう、これがヒラリー。皆さん、見えましたか?これがヒラリーです。はい。ヒラリー、ヒラリーと岩を避けるヒラリーさんの姿がお見えできます。はい。あ、でも普通に勝ちそう。あ、なんか普通に勝ちそう。あ、うん。これ別にヒラリーが強いとか誰が強いとかじゃなくて、単純にただただカタパルトがポンコツ。うん。ただただカタパルトがポンコツ。あと、よく見たら、カタパルト普通にただのカタパルトやんけ。カタパルトはただの普通のカタパルトやんけ。まあでも仕方ないか。うん、作れないわな。はい。タイアリ。次回あたり、なんか10ステージ一気になろっか。皆さんなんとなく思ったのではないでしょうか。僕が、ちょっと、あーなんか、目新しくないな。ちょっと、飽きたな。って思ってることに、はい。気づいているんではないでしょうか。いろんな、ここら辺のね、珍しいキャラクターをボンボン使いたいなと思ったけど、よく見たらこいつら、コスト普通に頭おかしいから、これ普通に考えて使えないやつやねーんってなってるんで、まあ次回あたりでスッとクリアして、他のキャンペーンをやっていこうかなと思うところです。はい、では今回はこの辺で皆さんご視聴いただきありがとうございました。次回のご視聴もどうぞよろしくお願いします。バイバイ。